与那ゴ市、与那ゴ市は鳥取県の西部に位置する都市である。都市圏人口、約23万人を要する与那ゴ都市圏の中心都市。また、広域に及ぶ、経済地域として隣接する松江、出雲、安木の各都市圏と共に、雲白地方に中海、新宿経済圏を形成する。江戸時代初期から商業都市として発展し、山陰の大阪とも呼ばれる。 山陰両県の中央に位置する立地から、両県を統括する企業や機関が、米子市や同じくほぼ中央にあたる松江市に置かれる、経営が多い。そのため、県庁所在地ではないが、鳥取大学医学部、附属病院や山陰放送、テレビラジオ県営局などがある、拠点都市となっている。鉄道では、JR 山陰本線と堺線、白尾線の分岐点にあたり、 JR 米子支社が置かれ、また道路では国道9.180181.431号、及び山陰自動車道、米子自動車道が通り、岡山、鳥取、境港、松江と結ばれているほか、米子空港や境港からは、韓国のソウル、三川や東海、ロシアのウラジオストックとも結ばれるなど、山陰随一の交通の要衝となっている。 山陰最大の温泉地である海家温泉は日本におけるトライアスロン発祥の地としても有名。地域はほぼ平坦で米子平野を日野川が流れる。南部は大山の裾野として丘陵地になっており北西部の弓ヶ浜半島からその山岳地帯を望むことができる。日野川の水を取水として米子市から境港市にかけて用水路米川が流れている。 日本海側気候で、春から秋は、高天の日が多く、冬は曇りや雪、雨の日が多い。年平均気温は、摂氏15.0度と比較的温暖な部類である。夏は暑いが、熱帯夜は少ない。初夏の比較的早い時期に生えるフェーン現象が、発生すると真夏日や猛暑日となることがある。冬は、最寒月平均気温が摂氏4.4度と日本海。 川気候の地域の中では、最も温暖な部類である。豪雪地帯となっているが、県東部の鳥取市と比べると、降雪量は半分ほどと少なく、過去に積雪が1メートルを超えたこともない。また、最低気温平均はプラスであり、それほど低くないため、凍結状態が続いたり寝雪になることもほとんどない。過去最新積雪は、 平成23年号説で2011年1月1日に記録した89センチメートルである。古事記においては、国海の際、淡島が出現するが、これが、米子市の淡島神社があるあたりであるとすることが、言われている。また、道書には隣接する島根県安利市に、国海の神伊ナ波が、宝魚沙田という桧葉山に関し、宝器と出雲の境と記され、 この上領地確定の根拠となる要所でもある。戦国末期には、法規西部は、出雲の東部と共に、吉川広家が治めていた。関ヶ原の合戦後の慶長六年、1601年に、徳川家康にの命により、法規国十七万五千国の領主として、中村はじめ中が封せられ、1602年、慶長七年に、 ヨナ城の築城工事で城下町が完成したと言われている。藩主の中村はじめ中は11歳と幼少のため、失聖家老横田村仙が新たにヨナ藩城下町を建設し藩政を収めた。1609年に藩主の中村はじめ中が急死し中村家は断絶した。1610年に加藤貞康が入城した。中江当主。 大見聖人と呼ばれるは、少年期を過ごしたが、加藤家の伊予薄藩へ栄法に伴い米市を去った。その後池田氏が治めることとなり、1632年、寛永9年以後は池田氏家老荒尾氏が自分主政治を行った。1871年の廃藩地県で、鳥取県となり、1872年に、与那城の土地、建物は、 与那ゴ在中の大使大隊の氏族らに払い下げられた。1889年調整志向、海憲軍与那ゴ町となる。軍合併で再白軍となった後、1927年に市政志向し、与那ゴ市となる。与那ゴ市の中心街は自動車の侵入できない、狭愛長い路が多く、1960年代後半から急速に進んだモータリゼーションの影響で、 交通事情が悪化し、防災面でも極めて大きな問題を抱えていた。これの解消を目的として、米子駅前通りと地区核整理事業の施行が起とされ、1970年7月の事業計画認可、着工から13年間を経て1983年6月に完工した。二千五年三月十一日に、旧米子市、ヨド町が新設合併し、 新米子市となる。当初は、境港市、日江津村を含む4市町村での合併を予定していたが、境港市、日江津村は、住民投票の結果、合併反対派が多数となったため、合併はせず、結局実現しなかった。現在の米子市は、平成の大合併の一環として2005年、平成17年3月31日に、 新設合併により発足した市であり、1927年、昭和2年4月1日に、市政施行し、2005年に廃止された市とは異なる自治体である。なお、旧、米子市の市役所本庁は新市における市役所本庁となっている。米子市議会を参照。古くから商業都市として発展。商業圏は、中海、新事故経済圏に及ぶ。 三院地方の中心都市であるが、1972年に富士銀行が撤退して、以降、都市銀行は存在しない。銀行政策金融機関、共同組織金融機関日本郵政農協、政協、人口密度において、三院最大級の都市であるが、受験の必要な小中学校は、米子北都中学校、高等学校のみであり、 大都市圏ほどの受験戦争は見られない。鳥取県西部の私立高校は3校、米子北高等学校、米子松陰高等学校、米子北都中学校、高等学校とも米子市内にある。県立高校に関しては、普通科の学校は、米子東高等学校と米子西高等学校だけある。j r 三線、米子自動車道、山陰自動車道、 与那ゴ空港などがあり、山陰の交通の要衝となっている。国道の数も多く、市内の道路は比較的広く整備されている。上記のほかかつて、与那ゴコスモス、女子サッカーや王子製紙与那ゴ公式野球部、野球、与那ゴ鉄道管理局、野球等が存在したが、いずれも廃部となった。50温順、2005年3月31日の合併により、 申請による、米子市が発足した。このため、住所表記が以下の通り変更された。また、大技は表示しない。市庁舎は、本庁舎の他に、淀江支所も存在する。市外局番は0859、市内局番は22から63となっている。米子市、ヒ江津村、南部町、宝木町の一市2町1、村全域の郵便物の周配は、 よなご郵便局が行う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。